はい、ダブルエミネーション形式のトーナメントになっておりますので、よろしくお願いします。はい。1回負けても2回目がありますよ。はい。では、お席につきましては、スタートボタンを押して始めてください。はい。はい、ボタンの、配置だけ注意してくださいね。よろしくお願いします。さあ、残りの方々も、はい。じゃあ、サミーさんが終わって、焼き丸さんはいらっしゃるかな？焼き丸さん、はい。じゃあ、次試合しますので、よろしくお願いしますね。はい。さあ、じゃあ、見てまいりましょう。本日の、早田くんが、一回やってよって言うから、急にやることになった、KF98 年ですね。やっていきたいと思います。本日参加11年となっております。ちなみにですね、勢いでうっかり13大会まで組んでしまったのは秘密でございます。さあ、行きましょう。さあ、まずは、ワンピガーが、ミスター、ツーピガーが、カンセルですね。さあ、ミスターが、ジョン、ヤシロ、そして、ハイグル、そして対するツーピガーが、より大マウンクリス。さあ、このキャラクターの違い。さあ、しかし、ここは、バグレーゼンタルフリード。より焼いていく。下段からの、さあ、下段。これは逆転。さあ、まず一本取ったのは、カズヤですね。さあ、二度目。レディーゴーあと一つのところなんかレバーがおかしい。ちょっと待ってよ。なんか真ん中の巨体レバーがあれらしいんで、ちょっと待っててくださいよ。さあ、じゃあちょっとレバー交換しながらの、進行になるので、ちょっと待ってくださいね。さあ、言うてる間に勝ったのは、ダイモン五郎ということは、カズヤの勝利ですね。カッペンかな。はい、ではですね、兄弟で、サミーさんと、焼き丸さん。はい、サミーさんと焼き丸さん。じゃんけんできるかな。
邪魔だ。押した押した押した押して、押した押した、押した押して、カズヤさんと岡本さん、はい、行きましょう。はい、お待たせしました。カズヤさんと岡本さん、で、負けた方がどんどん名前入っていくんですよ。なんとかなんとかだったんですが、勝ったのが、カットさんですね。はい、では行きましょう。では、鉄対メア行きましょう。はい、鉄さんとメアさん。はい。ほんとね、テストモードを作ってほしいですよね。はい、どうぞ。さあ見てまいりましょう。ワンピガーが、メアの、より、今日、セルにソセタースピガーが、より複数体持ってて、押した押した、バカめ、押した、押した、遊びは終わりだ。さあ対空でキング、バカめ、押した、ここでまずは鉄がちゃうか。さあ2ラウンド目、セルクの今日レディーゴー、押した、あと、ここはうまく反応してる。さあ、2本取ったのは、さあ、出て、まだ出てましたね。ふわっと浮く感じで押してるんで、ジャック投げ通して、さあここで1本取り返して、さあ目当てに一気に癒したのはキス、うまくいってさあ、これが倒れ、これは裏から綺麗に
通していく。さあ誰こっち出てくるわ。めぐりが倒れ、勝ったのはテセ。さあ D 状態のさあカズヤ岡本がかなり長引いておりますが、さあここはダイモン対クイズ。さあここはダイモンということはワンピースは岡本さんの勝ちかな。このままでは終わらんぞ。楽しんでる？さてではですね、B 兄弟が D 兄弟の方はですね、ルーザーズのトーナメントが組み上がっていきますので、ルーザーズを、ちょっとずつやっていきましょう。はい、では、サミーさんとメアさん、はい、サミーさんとメアさん、こちらですね。はい、では、じゃんけんしていただいて、では、真ん中の D 兄弟でお願いします。さあ取ったのはさあ隼人、さあ3番の目出てくるのは俺とお前と、さあ出てくる。ノーストレート、ストレートで、さあ4番目、さあ出てくるのはロバート。さあロバートが1キャラ目ですね。さあ最後は最終キャラ、さあ下段タイプから、さあ前線に、さあ立ち台パン合わせて勝ったのはハヤト。さあ行きましょう。ワンピアはさあ岡本の、今日より大門、そして対するツーピアはさあカットさんのシズルクリス、そしてリョウ。さあカットさんのチームリョウが入りました。なんかパリの98大会の方に誰かリョウ使ってましたよね。そういう最近流行りなんですよ。これがあるそれで。さあ勝ったのは向こうがですね、サミーさんの勝利ですね。はい、ではジャーさんと焼き丸さん、ジャーさんと焼き丸さん、はい。
さて、じゃあどんどん行きましょう。さあ、カットさんの量は、倒れてしまい、さあ、出てこない。やっていて。はい、どうぞ。リカだよ、バイですよ。はい、じゃあ、せーの、どうぞ。はい。クリスが頑張っている。最後岡本のダイモン、そして大きいぞ。最後はバックジャンプ系で潰す。いろいろあって勝ったの岡本。より裏クリスダイモン、そして対するスピアがハヤトの、ヤシのロバーとレオナ。まだ落ちる。あとこれは。さあ、来て、まず、天使が一番の。さあ、デイ筐体はチャンコハンが張っているということは、ジャさんの勝ち。早いでございます。三田さんと達也さん、はい、三田さんと達也さんが、真ん中の兄弟でお願いします。
さあでは見てまいりましょう。さあしかし、さあレオナが瀕死寸前。さあ裏クリスが勝ったということは、さあ勝ったのは決定。さあこれで決勝が鉄対さあ岡本になります。さあこれ ルーザーズの決勝、あウィナーズの決勝ですかね。さあでは岡本対鉄を先やりましょう。はい、そしてルーザーを、どんどん紹介していきたいので、じゃあ鉄さんと岡本さん、はい、さあまずウィナーの決勝見てまいりましょう。さあワビアが鉄、より、ダイモンオラクリス、そして対するテツヤが岡本が今日よりダイモン。さあ大きく強いのチーム、さあ強いな今日。押した、押した、押した、オリがアメぜ。さあ最後のバン右発動で押した、押した、あーやらなかった。あーさあ人は無事に精度は文句なし。さあ鉄が一番と2番目よりどうキャラ、さあ鉄アブよりが耐えている。あ岡本よりが早く終わらせたいところだ。さあ寄って寄って、押した、国は死ぬ、あーっと、やさかずきが出てしまう。さあ鉄が見たで、押した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 、あーテストイオリカ耐える。さあ向こうは勝ったのは、さあこれは達也さんの勝利ですね。よりが3打でということで、まず、鉄がウィナーを勝ち上がりになります。よろしいですか。はい、で隣の、で兄弟の方で、どれをやるかというと、じゃあ対、カズヤをやりましょう。はい、ワンピガーが、さあサミーの山崎亮アテナ、そして対するはアテナのイオリクリス・ダイモン。さあ力の強さがだいぶあるが、まずはあとイオリが一気に押していく。オーセン、オーサー、オレガ、オトン、オーセン、オーセン、さあ、ここまで量を1人残ってる。オーサー、最後、助けきたみ。さあ、量が取り返せ。3ラウンド目、出てくるな、裏クリス。
くなぎくん。オーケー、ジャンプボーシュの、まあ、がかなり一体を渡る津波長さ、ここで空気が一気に押していく。これは使わせ、さあこれで大将出てくるのはアテナ。まずはバックサンド、おっと掴んでいる、歩き投げ、スライディング、ナイス返す、最後、さあ最後はクータイク、さあかろうじて抑えた、さあ先に当てな、最初は出てくるな、さあいかに一台一台踏むから、あと上から結構減りましたよ今。さあここでスタンディング、勝ったのは、勝つや、勝ったのはジャーですね。さあではジャーさんもすいません、連戦になりますけど、じゃあハヤトですお願いします。バカめ、バカめ、押した。さあエクダはワンピアが、さあカットさんのイホリン、スズークレスを立てた挨拶、スズキアタテアの、ダイモンイホリン、ダンパドール、最後はスピータイム、ダイモン、あー千鶴が押していく、
変わったな、クリスということで、パットさんの勝利ですね。じゃあ、パットさんしばらくお待ちください。さあ、勝ったのはチョイということは、ジャーさんですね。さあ、では、見ていきましょう。さあ、じゃあ、対、カットいきましょう。では見てまいりましょう。ワンピガーが、ジャーの、バリス、チョイ、アテナ。さあ、そして対するは、ジュールクリスの、カット。さあ、勝てば、次ですね、岡本さんへの、挑戦権を獲得ですね。レディーゴー、落ちろ。これで4分出てくるわ。あー、きついですね。あ、ジャーといえばきついですかね。あー、このジャーといえばどこまで頑張る。飛びが通って刻んでいく。さあ、ジャーチョイが耐える。さあ、今日はさあ、勝手に終わろうだ。いけたから。さあ、あとレボンでいく。あーと、引っかかった。どうだ。しかし、なんとか耐える。しかし、防体力はほぼゼロよ。さあ、最後は表クリス。さあ、ちょっと引っかかって。しかしそうだ、これはもしかしたらもしかするかもしれないぞ。しかしここは記念対決、勝ったのはカット。はい、カットリベンジ戦。はい、ワンピー側が岡本、ツーピー側がカット。ここでキャラ編成を変えてくる岡本、ここでラルフ投入。は
対セカットキャラはイオリ、セズル、浦屋城を選択。先方対決、京太よりだいぶこの1本目、この1人目取った方がだいぶ有利になる。このゲームゆりより力がどうやりません。でもジャンプから独学コンボでしっかりと激しいエンゲージで止める。さあ端に固めていきたい。シーンがガード、ジャンプ禁止ヒットして逆にダメージを受けないパスのユリ、おにぎり、魂が跳ね、エディ、魂で対抗して、壊しだろ、しっかり禁止、守りに入る、ボコボコ、加勢しない、エンビ、手前、消えてくけど、追っかける、タイムは0秒。ダイオーバーだけど、なんとかアイフォン決めて体力は残り回復で2割程度ですかね。レディーゴー。で、中堅は2、やはり回復中段 CGA5B エンディ当てて、端くり、ダメージを使っていく。オリーガー、オルスだぜ。確定取って、エイジを貯めながら緊張していく。ここで危ない、ストップ。確定取れず、投げ返す。ここで中堅対決、イオリ対決する。若干余力があるが、実はフィニッシュを1回持っている。確定上生かすことができるか。回転、おにゃきと、ラッシュ、シャムシー、ラッシュ、シャムシー、男目なし。お、固定しない、ガーキャンして、ジャンプ攻撃、ガーキャンして、引っ掛けて、さあ、固め、動かない、危ない、あー、漏れる、最大になりそう。今度は外さないぞ、しっかりと決めて、ガキャン、気合い払い少しの体力奪いたいところ。アブラン、気合い払いヒット。さあ、先方対決を逆の先方対決は岡本が取ったけど、中堅対決ではカットが取ってくる。そして対象はラルフ、ついてほしい。さあ、スラスカルトゥエンスヒット。さあ、これが痛い。エンジン、鏡で攻めていく。スラ、エンジン、おジャンプビー、エンジン当たって、しっかりガード、ブース当たって、さあ怖い。画面当てて、ちょっとでかい、あーっと、枕狙えない。さあ、鏡シーン、これで対象対決持ち込んで、体力差は。レディーゴー。あ、終わり程度か、8割程度。対象対決、この前で選んでいったフレアスルは生きるかどうか。キャラの相性的にはゴムといったところかな。さあ漏れる、ここしっかりおとがめていく。ちょっと欲しい、エンスイット、エンシート、あ、そして走り、もう足から投げて体力がやってしまっていく。ジャンプシーめくってガーキャン、シャムシー、あうち動くなが入る。勝ったのはカット。さあ、鉄はライフ2。決勝グランドファイナル、ウルフ 1P 側が鉄、2P 側カット。
着。さあワンピが鉄キャラは先に決めていく。イオリ第2問ウラクリス対するカットはちょっと悩んでいるか。イオリチーズルウラクリス、おそらくウラクリスを蹴らせあまりやりたくないのか。レディーゴー。でもだけチーズを蹴らせファーストタッチは鉄だったが、ここでしっかりターゲットを切って一気にタイル奪っていくカット。あぶない、入る、あぶない、ダブルシー、怖い怖い、あーっとビオレ一気に逆転。これがイオリというキャラ。ここでカノミエカウンターからそう、ヤオトミまでしっかり終わり込んでくる。ジャムに1枚へ、これが見切れて見切れてガーギャン潰していく。しかしここも攻める。ダイモン、ジャンプ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 あとはクリス、ウラクリス2つのみ。最初ウラクリス、ちょっとも入る。強まらいい、強まらしバカして、これ減る。下げて、下を攻めや、ツージャンプ、攻めくるんじゃなく、攻めくる正面、あーっと絡む。ゆっくりと早く仕留めたいところだけど、お見合いが続く。タイミングは5点、ダッシュしてシャウティー最小対決の重いブラクリス同期から戦エイジは飛ぶ。体力が半分近くで下がる。あとはジャンプ倒し、足払い、ジャンプでいいからしっかりと大崎、ここで逆転。よっ、危ない流す、ジャンプ倒し、ガーキャンして、ガーキャン返して、もう一回ガーキャン、えっ、ジャンプ飛ばし、ガットロー鉄。